はい、戦国武将姫、えー、松姫紀行、松姫の逃避行について、えー、話をしたいと思います。えー、逃避行について、ですねあの、現場でもかなり話はしているんですけども、まだあの完全に回りきったわけではなくて、ですねおそ、まあ、らくあの動画の本数でいったらこう、10本ぐらいになるんではないかと。 今、十数本ぐらい出してますけども、まあ、直接、松姫に関わるもの、それと松姫登記校として、ですねあの兄の勝頼校とか、そのお子さんである信勝とか、周りの方々も含めた機構も入れても、ですね、まあ、十数本ぐらいしか出してないんで、まだまだこれからというところなんですけども、そしてきょうはです、ね、あのその登記校の、まあ、現場機構も、えー あちょっと最近行ってないんですけども、今年また、あのー、春から指導したいと思いますけども、えー、たまにはですね、ちょっとまとめというか、えー、また自宅でですね、えー、ちょっと系図と、まあ、資料の関係でですね、まあ、少し、あのー、話をしたいなと、えー、少しといっても、ですね松平に関わる話はあのー、かなりありますんで、えーまあ、この資料編としてもですね、 まあ、第10部ぐらいいままでを考えています、えー、そしてあのー、まあ結局順応って話をするんですけども、えー、まあ一言で言えばですね松姫はまあ逃避して、えー、武田家のまあ災難から逃れてですね、まあ、八王子というところに住んで、えー、そこで亡くなっていると、えー、本当に簡単に言うとそうなんですけども、えー、逃避行と言ってもですねあのー、勝頼校やの部活校と違ってですね まあかなりはっきりした史実に近いものが残っていて現に逃避行後もですね生きていたと八王子にいたという証がありますので、まあ、その点はですねその兄の勝頼公信勝公の逃避行とは少し違うなと、えーまあ、少し現実味がある話だなとただあのと途中ですよねその逃避行っていうのはその、えー、今の山梨県の延、まあ、山というところからですね まあ山越え峠越えなどを経て八王子に向かうんですけどもそれまでのその間のですね、えーまあ、数日間がちょっとまあ不明な感じなんですよまあ主にあのー、山越えといってもですね甲の国から武蔵八王子に抜けるのはそんなにルートはないですから、まあ、いわゆる日野原村ルートですとか まああの笹子峠は越えたんでしょうけども、まあ、大菩薩を越えたという話もありますし、えー、あと後年ですね松姫がその八王子から逆にあの甲州、えー、要するに甲州の武田氏が滅んだ後にですね、えー、どうやらエリン寺の方へ行ってるらしいんですよでそれはあのー、確かに、あのー、日野原村ルートを使ってるようですので、まあ、それとちょっとごっちゃになるということが結構多くてですね、えーまあ、資料とか、あのー、こう なんですか記事を出してるブログとか、えー、書いてる方いらっしゃいますけどその辺がちょっとごちゃごちゃになってる方もいますので、まあ、その辺も整理しながらというところでですね、えー、ちょっと話をしたいと思います、えー、それでまあ逃避行に移る前にですね、まあ、大体の概略ということで今話をしてるんですけどもその檜原村ルートっていうのは檜原村へ訪ねてですねちょっとあのー、関係者の方にも聞いたことはあるんですけどもやはり松姫という方 まあ、武田家の姫というよりは松姫というはっきりした名前でですねやっぱり言い,い伝えが残っているとえ松姫の手がかみとかねあの辺は有名ですけど、えーまあ、今のはそうですね、えー、五日市の奥武蔵五日市あきる野市になりましたけど檜原村というところは、まあ、東京都でまだ檜原村なんですけどもその檜原村というまあ自治体があって、えー、そこを流れてる秋川という川がありますけどその支流の北秋川 の流域に特に特伝説が多いですね、まあ、小岩とかあの小沢とかあの土地のそれぞれの村落がですね甲、まあ,あの,貝の国の名前と非常に似ていると,あと住んでいる方の土地のなお,名お名前もですね、えー、また甲の国の住人の名前が非常に多いと。 なぜ東京都で武蔵の国でまあ檜原村についてはですねまた後で触れますけどもあの非常に甲の国と密接な関係があって、えー、極端に言えば甲の国の両国の一部でもあったという時代もあるわけですよ。まあ、武田家の後ですね、えー、入った加藤氏とか浅野氏とか皆の斐と武蔵の間とは言いませんけど、まあ、一応武蔵の国にはなってるんですが日野原村をですね、まあ、要するに貝の国の出入り口にしていたと。 うう歴史上の経緯がありますのでそれは後年の甲斐、えー、国を治めた大名たちも同じように、えー、治めていますから、まあ、当然甲斐国武蔵の国といってもですね、まあ、特に甲斐のの国ですとそうですね上野原の加藤氏、えー、がまあ,あの接しているところではですね、まあ、一番近いんですけども、えーまあ、要するに山越えすればですね檜原村でも、えー、今で言ったら小仏峠とか、えー、そういった方便からあの武蔵の国へ 出られるという地理的なあの位置にはいたんですけども、まあ、加藤氏についてもですねまた触れていきたいと思います松姫に関わる話も出てきますので、えー、そして全体的な話をと言ってもですね最初のもうプロローグだけでもですね、えー、3部ぐらいになりそうなんである程度まとめながらというところでですね一、まあ、本一本がちょっと長めになりますので松姫に関してはご了承ください、えー、これ「松姫関係図と」とこれは私が個人で、えー、自作の書て 自作でですね書いた、えー、経図ですねえっ、ー、とこれは前にも話してますけど縦と横がありますけど縦ですと、えー、昔の方の字というのはねあの右から書きますから、えー、縦が分かりやすいという部分があるんですが現代においてはですね、えー、左から右に読むということで、えー、そのですね冒険とかですねこの、えー、この作り方はですねもうあのー 自由だと思います。あの、縦でも横でもいいと思いますが、私はこの横のタイプを使っています。あのー、なんでかっていうのはですねちょっと簡単に売れるとここの例えばこれを初代というか一世としますと次の二世さんっていうのはこの代ですよね。あのー、縦系でもそれは表記できるんですけどちょっと分かりにくいんで、えー、竹田家というのはまあ、竹田三代とかこう有名ですよね。竹田子、信玄勝頼 でこの方たちの第五考えるときですね、信ラの子供である、まあ、信玄の兄弟、もしくは奥様たちがこの列にいます。そしてそのお子さんたち、えー、松姫勝頼、まあ、そういった方たちがここにいると。その世代をですね、ある程度、あのー、こういうふうに配列を同じにしてるんですよ。まあ、それによって、これがその前の世代の人なのかどうかというのでちょっと分かりやすく、今、色を塗ってるここがですね、 松姫勝頼この大の人たちなんですよ。まあ、多少年齢でですねずれる時もずれるというか、あのー、例えば慶喜公といね長男の方がいましたけどこの方ともうそうですねずっと下行くともう例えば角棒信宰これはあの武田家の方ですけどもそのお子さんとなるともう年齢の違いが明らかですよね。 まあそういうふうになるんですが、まあ一応こういうふうにした方がですね、私としてはこう説明しやすいと。あの、お子さんとその、えー、奥様とかね、もしくは例えばマリヒメでしたら、マリヒメの母の夫とか、信玄公はあの即死の方もいらっしゃったんで、こういう書き方になります。えー、細い線の方は、えー、直径系ですね。 二重線の縦は、えー、婚姻関係を示しています。それと横の小田の勝永、ね、のね、養子関係を示しています。えーまあ、完全な形ではないんですけど、えー、と,というのはあの、お若い方とか、あの早く亡くなった方のお名前とか、あと年齢とか、生年月日、えー、死亡日。 そういったものがはっきりしてない方もいてですね、すべての方をここに記入するわけにはいかないんですけど、まあ、こ,こ,のこの地図はですね、竹竹記事は他にありますけども、えー、松姫関係だけを中心に書いてますので、他はちょっと省略させていただきますので、ご了承ください。ちょっと見にくいかもしれませんけど、えー、慣れてくればですね、ちょっとお話としては、えー、分かりやすくなってきますので、ご了承ください。クロローグといってももう、ね、10分近く話してしまうと。 松姫関係図と書いてありますよね。生、まあ、い立ちとかねあの幼少の頃の話っていうのがあまり出てこないというかわからない部分も結構多くてですねそもそも信玄公の5条なのか6条なのかと。 と,いうところなんですけど、まあ、せっかく今日はあの三を中心に話をしたいと思いますので、えー、松姫のちょっと周りから見ていきましょうかね、えー、武田家も本当はあの全体を話をしたいんですけどもちょっとその時間の制約とか松姫に限ってというところでですねちょっと話をしますので、えー、その点をご了承ください、えー、まず武田家三代と言われている、えー、ちょっと継承略,略させていただきます信虎信玄勝頼と。 まあ、特に著名な方ですよね、まあ。それぞれの婚姻関係、穴山梅説もこちらにいます、えー。そういうことをちょっと示しています。えー、松姫は信玄公の御女ということですので、えー、母が油川夫人。あのー、ドラマなんかではね、藤野の方とか、まあ、藤野の方って言ってたような気もしますけども、まあ、はっきりしたお名前もよく分かってないと。まあ、諏訪ご両人もそうですけどね。あのー 姫っていう名前はついてないです。あの武田家の場合は、御良人という言い方を、ね、使いますけども、これはあの、法女氏で言えば、例えばあの、王方とか、まあ、身分の高い女性の,の人につける名前なんですよね。ずしもあの、えー、他の本でも出てますけど、美人につけるっていうことではないんですよ。まあ、もちろん、えー、美人という、敬うという意味もあるとは思うんですが、すは御良人。油、まあ、川の場合は、 油掛け家というのはあの武田家臣ということになってますので、えーまあ、ちょっとご両人という言い方はちょっとしてないですけどもそんなこと言ったら松姫もですね、えー、お松の方ですからお松の方とかお松ご両人とか、まあ、あのご存知のとおり織、えー、田信長の子供の信忠公と婚姻関係にありましたので、えー、ちょっと呼び方がねあのちょっと武田家の人間というよりは織、まあ、田家の、えー、人を預かるという意味で まあちょっとあの言い方がいろいろあったようですけども、ちょっとはっきりしてない部分もありますけどね、多少あのドラマの見スぎでですね、ドラマの影響、大河ドラマとかですね、女風鈴火山とかをちょっと見過ぎてるので、ちょっとその辺のえごちゃごちゃしている部分が出てくるかもしれませんけど、ちょっとま逆にそれは楽しみにしていただければと思いますね。ちょっとあの カチャカチャあんまり動かさないのが見やすいかもしれませんけど、えー、今お話をしているのは竹、えー、田家三代、えー、と、えー、松姫とその兄弟たちのちょっと系図ですねお話をしています、えー、そして松姫が五条だということをさっきも言ったんですけどまずあのー、新月公のお子さんでありますので新月公の、えー、子供を少し見ていきましょうかね えー、性質はあの京都の三条家から来た三条夫人と呼ばれている方で、えーまあ、これはねもう有名な方なんでこの方が基本的に性質なんですねで性質のお子さんには、まあ、太郎義信と、まあ、一時というか跡取りの予定だったんですが、まあ、川中島以降の後ですね、えー、ちょっと拝着されて、えーまあ、結果生きてたっていう説もあるんですけども、まあ、一応自刃したと東光寺さんの方にお墓がありますよね あそこも何度か言ってますけど、その後子供がね、こういるって話になってる書類もあるんですよ書。書類じゃないね。資料も。まあ、そこはちょっと今日は触れませんけど、で弟に、まあ、運の家を、まあ、一時継いでたんですが、信近、龍、ま、鵬、あ、と呼ばれてる方ですね。えー、と、乳巳おじいさんでしたかね。あそこのご住職さんっていうかあの、ご主人が、えー、武田家の当代ですよね。 えー、その奥様とお話はしたことありますけどもちょっと訪ねていってですね、えー、ちょっと龍宝様のねお墓もありますんで手を合わせたことありますけど、えー、そしてこの信行と,、えー、と今回はあの武田勝頼寄港はしませんので、えー、ちょっと触れませんけどこの信行方非常にあのややこしいというか、えー、生きていた、まあ、例えば千葉で生きていた暴走ですね、えー、上総武田氏または、えー、四国に逃げていったと。 または、あの、一般的には早いうちに亡くなっていて、えー、まあ、いないと。まあ、それで後取りが、その四男の勝頼になったと。この方がもし生きてたらね、いずれにしても、甲斐にはいなかったと思いますよね。まあ上田田、上総武かもしかしたら、勝頼を追ってですね、まあ、さんにいて、それから四国に行ったのかもしれませんけどね。はい、ちょっとまだろんなこと言ってしまいました。えー、もう時間があと2分ぐらいしかないので、ちょっと一緒にいますね。で、長女がオーバーイン。 これは北条家に、えー、嫁に行った方ですね。で、検証員、秀、え、院、ー。まあ、この方はね、穴山梅雪の、えー、奥様になる方なんで、まあ、信玄公にとっては、次、ま、女、あ、なんですけど、まあ、最も近いかなというのは、大場院のこの方がねあの、北条家からまた返されて、こちらの地で亡くなってるんで、まあ、実質、 検証員というこの方がね長生きしてますし売雪なくなった後もですね徳川家に近づいたというか徳川家康公が非常にあの保護したという方になります、えー、そして今度は三条夫人ではなくて、えー、諏訪御良人、まあ、この方はねもうあまりにも有名なんで、えー、諏訪頼重公の娘さんで信玄公が側室にしたと側、まあ、室に迎えたと、えー、そしてそのお子さんが勝頼公と。 えー、そして今度は油川夫人というこの方もですねご,ご両人がいた時からの側室だと思われますが、えー、この方もねちょっとよくわからないですけど、まあ、武田の一門一流である油川氏のお姫様ということらしいんですがね、まあ、この方も非常に、えー、美人だということですけど、えー、油川夫人のお子さんが木曽義仲に、えー、すいません木曽義政に嫁いだマリ姫この麻里さんとかねおまりの方とかお麻里 まあいろんな言い方でしょ。で弟が西泣きをついた西名森信。かず山、桂山と言いますね、信貞。これは駿河ですね。弟がいます。そしてその妹に菊姫。松姫の、えー、すぐ上の姉になりますね。この方が、まあ、後、上スに駆けかつ江戸継子と江戸と光悦同盟の証としてですね、江戸へ行くわけですけど。そしてやっと松姫ということになりますね。あのー、これを 寺長のて養子扱いだったんですけど、人質だったんでね、まあ、あのこれが養子になってでもちょっとおかしな話ですけども、という形ですね。あと、根津御良人、えーと、根津家の方ですけど、この、えー、側室の方にも、えーまあ、この子肉っていうのがね、子肉と読むのかちょっとわかりませんけど、資料のには出ていて、これがあの、 えー、松姫の妹になりますね。ドラマなんかではほとんど出てきませんので。であと、これ、後、米沢のベースに行けに行きますけど、えー、複製して武田信清とも名乗りますけど、安田家を継いで、安田信清と、えー、いうところまでですね。えー、松姫の周り、えー、親、親族などについてちょっと話をしました。はい。じゃあ、一部はここまでとします。